自民党傘下の厚労省の統計改ざん、ひどいもんだね。野党の追及を聞いてみようね。民主党政権でも毎月勤労統計調査の不正を把握することができませんでした。深く反省するとともに、私たちの責任は与野党問わず徹底した実態解明を進めると同時に、雇用、労災保険をはじめとする各種給付について正しい支給額をお支払いすることにあります。これに全力で取り組んでまいります。しかしですね、困ったのは、今政府が実態解明にブロックしていると言わざるを得ない状態になっていることです。与野党協力してというふうに思っておりましたけれども、ブロック政府与党がするのであれば、これそれを突き崩すしかありません。観点からですね、私は今日非常に問題だと思いますのは、私もあの参考人を4人登録をしておりまして、もう先週の木曜日あたりからですね、申し上げてた方もおられるわけでございますが、1人はですね、大西政策統括官、これ閉会中審査で国会で答弁されておられるんですよ、この問題で。で、今日突然、そりゃあんまりだよね、むちゃくちゃだ。この方もお呼びしたいんですと、大西をかくまう、それってひどくないの。安倍は何かを隠している、隠していないなら、大西を隠す必要がないもん。これ別に理事会で決めれば呼べるわけですね。これなぜ呼ばないんでしょうか、委員長。ただいまの件につきましては、すでに理事会で協議中です。改めて五国理事会で協議をしていただきます。これ協議中といっても、私、その質問で組み立ててきてるんで、一旦ちょっと中断して、もう一回協議していただけませんか。ちょっと時計やりましょう。長妻議員にお願いいたします。すでに委員会始まっておりまして、この参考については理事会にてこの状態で示しさせていただくということで始まっております。ご了承いただいて質問をお続けください。委員長としては理事会で協議の末、現在この参考人のリストで進めさせていただくということで委員会を再開いたしました。ですからそれに従って今日はこの参考人のリストに沿って質疑をなさってください。長妻委員、そりゃあんまりだよね、むちゃくちゃだ。大西をかくまう、それってひどくないの。今日は安倍は何かを隠している、隠していないなら大西を隠す必要がないもん。ですから止める必要はないと思います。このまま質問を続行してください。すでに理事会でこの委員会お昼に協議いたしました。で、協議の結果決裂せずに委員会が再開しているわけであります。ですからその前提に基づいてぜひ質問をなせてください。長妻さん、いや委員長ね、さっき継続中だって言うから一回中断してここで今結論出してくださいと。参考人のあり方について協議中です。五国また理事会で協議いたします。本日の参考人については委員会再開したことによって質問を続けてください。
ってる人なぜ参考人にしないんですか。隠蔽じゃないですか。参考人隠しだ。そりゃあんまりだよね、むちゃくちゃだ。大西をかくまう、それってひどくないの。安倍は何かを隠している、ね、隠していないなら大西を隠す必要がないもん。これじゃあ呼ばないと決まったということでいいんですか。これ違います。参考人のあり方について協議をしているところで、本日の参考人については私が質問をそれで組み立ててるんで、一回ここで休憩して結論を出してくださいと申し上げてる。それには及びません。ぜひ質問を続行してください。